皆さんこんばんは、ちひこと川上千尋です。今日は皆さんにこれまでの阪神タイガースと川上千尋の歩みをお話ししていきたいなと思います。まず、私が阪神ファンになったきっかけが、家族が阪神ファンで、もう本当に阪神ファンあるあるの典型的な英才教育ですね。ちっちゃい頃から阪神の試合にこう連れてってもらってて、お父さんが履正社の野球部に入ってたので、お父さんの影響で野球自体が好きで、阪神も応援してるっていう感じだったので、当時は連れて行かれてるっていう感じで見に行ってたんですけど、2008年から野球を球場に行ってちゃんと座って見出しました。で、あ、野球ってこんな面白いんだなーって思ってたら、2010年の8月に京セラドーム阪神対ヤクルト戦でですね、マートン選手がホームランを打ったんですよ。そこでめっちゃかっこいい、私って阪神ファンなんや、完全に阪神タイガースにのめり込むきっかけとなりました。そこでね、マートン選手が大好きだっていう気持ちが芽生えて必死に応援してましたね。で、ずっとお父さんのお仕事とかが早く終わる日、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかなんですけど、その日に家族でお父さんを仕事場に迎えに行って甲子園に野球を観戦しに行くっていうのが、こう2ヶ月3ヶ月に1回のルーティンになってて、それを2年間ぐらいね、ずっと続けてました。で、2012年の12月になんと私アイドルになりました。2012年の12月 NMB48 に入って、結構そのレッスンとか初めてすることが多くて、なかなか阪神応援っていう全力を注げてはいなかったんですけど、それでも2ヶ月に1回見に行くよっていう日があったりして、家族で全力で応援してました。もう阪神が大好きだっていう気持ちをブログとかでも書いてたりとか、 SNS で阪神タイガース今日応援行ってきましたって書いてたら、2016年になんとその大好きが身になったと言いますか、トラコ応援隊長に就任しました。これが初阪神仕事で、当時山本さやかさん、藪下柊ちゃん、木下春菜さん、そして私の4人でトラコ応援隊長に就任させていただきました。で、2016年トラコ応援隊長就任したその後に、4月 ABC テレビのトラバン主義っていう番組にトラコ応援隊長の4人でトラマネとしてレギュラー出演させていただくことになりました。今まではマートン選手を全力応援っていう形で応援させていただいてたんですけど、マートン選手だけじゃなくトラバン主義にレギュラー出演させていただくことによって、より深く野球自体にのめり込むきっかけを作ってくださった番組だなと今すごく感謝しています。そしてその1ヶ月後、5月にですね、甲子園でファーストピッチを初めてさせていただきました。トラバン主義さんに出演させていただいてから、より野球が好きになって、甲子園に立つ凄さとか、満員のお客さんの前で投げることのかっこよさっていうのをより感じてた時期だったので、ファーストピッチをさせていただくことにすごく緊張して、でもすごく嬉しくて、すごく嬉しかったですどうしようちなみにですね、ファーストピッチは試合が始まる選手も誰もいない状態のマウンドで、始球式みたいに投げさせていただくことをファーストピッチって言うんですけど、始球式は試合が始まる直前に選手も全員グラウンドにポジションついてる状態で投げることを始球式って言います。この2つの違いがね、ちょっと難しいんですけど、ファーストピッチをさせていただけたことが、より野球やっぱ好きやなって思うきっかけにもなったりして、本当にありがたかったです。トラコ応援隊長は2018年までメンバーを入れ替えてさせていただいてました。で、2019年からは甲子園グルメ大使っていう、阪神甲子園球場のグルメだったり阪神タイガースのグッズを紹介して定期的にさせていただくイベントとかもあるんですけど、そこでするイベントとかにも参加させていただく PR 大使のような活動をさせていただいてます。で、2023年の今シーズンも引き続きグルメ大使として活動させていただくことになりました。
ありがとうございます。いやもう今年もいっぱい阪神タイガースのグッズ、そして甲子園球場のグルメだったりを紹介していきたいなと思っていますので、皆さんもね、ぜひ私の SNS などをチェックして、で阪神甲子園球場の SNS にも掲載していただくこともあると思いますので、ぜひチェックしてください。で、ファーストピッチだったりを今までさせていただいてきたんですけど、なかなかやっぱできないことじゃないですか、始球式とかファーストピッチって。で、私も、もう年々阪神タイガースを好きになる上で、目標が始球式をすることっていう風になってたんですよ、今まで。で、去年、その、やりたいですとか、目標にしてるっていうことを発信し続けてたら、なんと、始球式をさせていただきました。嬉しかった。9月ですね。同じ NMB48 メンバーの渋谷凪沙ちゃんっていう子も始球式をしたんですけど、その始球式をする前にですね、阪神タイガースの OB の下柳剛さんにも投げ方を教わって甲子園の始球式に挑みました。結果は阪神対中日戦だったんですけど、左バッターの岡林選手の後ろにそれていく暴投を投げました。本当に悔しかった。もうめっちゃ目標にしてて、阪神のこうやっぱりね、シーズン終盤でもあるんで、大事な試合っていうのも分かってたし、私のこの一球で阪神に勢いがつけばって思いながら投げたボールが、もう緊張しすぎて手に引っかかって左バッターの後ろに逸れていく暴投ってもうめちゃめちゃファンとしても悔しいし、投球自体はマイナス10点だなって思ったんですけど、でも目標の甲子園球場のマウンドに立てたことが100点だなとポジティブに捉えております。またね、始球式がしたいというリベンジしたいという目標もできました。なのでその目標に向かって今年も頑張りたいなと思います。で、去年ですね、11月、阪神ファンの皆さんも1年に1回楽しみにしている阪神タイガースのファン感謝デーにアシスタント MC として参加させていただきました。もうね、去年がコロナがこうだんだん収まってきて、ようやく配信でお送りするファン感謝デーではなく、甲子園球場にお客さんを入れての開催だったので、復活したファン感謝デーに出演させていただけてすごく嬉しかったですし、ファンの皆さんに感謝を伝えるイベントにファンではあるんですけど出させていただけてすごく幸せでした。めっちゃ楽しかったです。去年そんな始球式だったりファン感謝デーだったりたくさん出させていただいて、実況もね ABC テレビのトラバーン主義さんで地上波の実況に初めて出させていただいたんですけど、鳥谷さんとABC アナウンサーの高野純一さんと一緒に実況させていただいて、その試合に勝った時に本当に高野さん鳥谷さんの実況をお隣で聞けることが夢みたいだったんですけど、なんと一緒に鳥谷さんと高野さんと試合後に勝ったということでトラホーってね言わせていただいて、ここにもあるんですけど、阪神が試合に勝った時に言うセリフがトラホーで、もうそれをただのファンなんですけど鳥谷さんと一緒にトラホーって言えたことがすごく夢みたいで、実況もできて嬉しかったんですけどトラホーも言えて嬉しかったです。でですね、2022年はそれだけじゃなく、2022年2023年のシーズンオフにですね、 ABC ラジオのトラタマプレミアムっていう阪神のシーズンオフの情報をお送りするラジオ番組だったり、 MBS ラジオのベースボールパーク土曜日の中で放送される好きだトラっていう番組に加納圭介さん、そして藤林敦子アナウンサーと一緒に出演させていただいたり、現在はですね、月刊タイガースの阪神球団の雑誌があるんですけど、その月刊タイガースにチッヒー虎の虫っていうのを連載させていただいてます。阪神に関わるお仕事をたくさんさせていただいてて、阪神好きでよかったなぁと、これからも阪神応援するぞっていう気持ちで毎回お仕事させていただいてます。そうやってお仕事をさせていただいてるんですが、もう本当にただのファンでもあるんで、推し選手って毎年いるんですよ。推し選手紹介したいと思います。まず初めて推しになった選手が最初の方にも紹介させていただいたんですけど、マートン選手です。やっぱりこの京セラドーム阪神対ヤクルト戦でホームランを打ったあのマートン選手の綺麗なアーチ、あそこからより野球にのめり込みましたし、完全な阪神ファンになったので、マートン選手のおかげで今がある
っていう風に思ってます。で、阪神タイガースのグッズでですね、ファンクラブ会員限定で頼めるグッズがあるんですよ。去年熊のぬいぐるみがねあって、でユニフォームを着てる熊のぬいぐるみなんですけど、そのぬいぐるみ背番号と名前自由に変えれるよっていうやつで、しっかり背番号9番マートンにしました。それぐらい今でもマートン選手のグッズを無限に回収したいぐらい、マートン選手は神推しとして私の中で存在しております。そしてですね、マートン選手が退団されて次にこう好きになったというか、2016年からこう番組に出させていただくこともやっぱり増えて、何か自分の武器が欲しいと思った時に出てきたのがモノマネなんですよ、選手のモノマネ。そこで注目したのがメッセンジャー投手。メッセンジャー投手がね、投げる時に顔がこうなるんですよ。ここは私の中でめちゃめちゃ面白くて、メッセンジャー投手に注目してモノマネさせていただくうちに、めちゃめちゃメッセンジャー投手が好きになって、2016年からはメッセンジャー投手も応援させていただいてました。また2016年なんですけど、藤川球児投手が阪神タイガースに戻ってきたんですよ。でやっぱり阪神ファンって藤川投手の登場曲でね、こうダーラララって乗るのが醍醐味だったじゃないですか。で、その選手が甲子園に帰ってきてマウンドに立つ姿、もうそれにもう痺れまくりまして、藤川投手も尊敬するぐらい応援させていただいてました。めちゃめちゃかっこよかったです。で、マートン選手つながりでなんですけど、やっぱりそのマートン選手、メッセンジャー投手と応援させていただいてたので、だんだんその球団に入ってきてくださる助っ人外国人選手が気になっていくわけですよ。ゴメス選手だったり、ソラーテ選手だったり、助っ人外国人全般応援してました。特に最近応援してたのがサンズ選手ですね。もうサンズ選手の選手との関わり方だったり、こう若い選手のお手本になるバッティング、ホームランもマルテ選手と同じように20本打ってたりとか、本当に即戦力として助っ人として活躍してくださって尊いなと思ってました。すごく好きです、ハッピーハンス。そしてですね、やっぱ日本人の選手もね、もちろん応援してるわけですよ。全選手応援してる中で誰か注目してこう見たいなと思った時に、テレビで今注目の若手選手っていうのがやってたんですよ。で、その時に出てたのが赤星選手の背番号を受け継いだ島田海里選手。その選手が快速で足が速い、金本監督の時になんかサヨナラ打も打った、なんかそういうきっかけもあって、すごく注目して見るようになって応援させていただいてました。今ももちろん応援させていただいてます。ただ今一番注目してるのが村上投手と門別投手です。もうこの二人は皆さん大注目です。村上投手はですね、佐藤輝明選手と同期入団で、ずっとファームで二軍戦でね活躍されてた投手なんですけど、二軍ではね無双してたんですよ。1年目も9冠取ったりとか、2年目も二冠取ったりとか、投手として要注目の選手だったんですけど、なかなか一軍ではね成績が出なかった選手で、ただですね今年来てます。村上投手本当にいいピッチングをこれまで今シーズン始まってされてて、4月8日に先発あるかってなってたんですけど、雨で中止になったりとかして先発じゃなくなって、ただまた見れることを私は期待しています。本当に今一番ストレートの伸びも良くなってきて、スピードもなんか上がってきてる感じがする大注目の投手となってます。そして2人目門別投手、昨年のドラフトで入団したドラフト2位の投手なんですけど、もうねめちゃめちゃいいです。阪神タイガースの秋季キャンプ、春のキャンプに番組に出演するということで行かせていただいた時に、スカイエーさんですね、その時に能見さんもいらっしゃって、能見さんに門別投手今注目してるんですけどどう思われますかって聞いた時に、あの子は来るよって言ってたので本当に注目してます。ちなみにですね、門別投手左投げなんですけど、ここから出るんですよ手が。後ろから手が出るのでバッターはタイミングが
取りにくいのかなと思います。詳しくはないので皆さんもぜひ紋別投手注目して見てみてください。おすすめ投手です。はい、そしてですね、私が人間界で一番尊敬している糸井さん糸井さんが本当に尊敬してて、私もアイドルをこう今11年目に入るんですけど、今まで10年間やってきた中でベテランって言われることも増えてきて、体力もこう年々衰えていってるなっていうのが正直分かったりとかするんですけど、糸井さんもこうベテランと呼ばれる中でコンスタントに活躍されてて、もうその姿を球場で見るたびにこんな人になりたいってめちゃめちゃ思ってたんですよ。その姿を見てパワーをいただいて、私もアイドルとして上に行きたいなってずっと私のモチベーションになってくださる選手でした。今もねバラエティなどで活躍されててすごく尊敬しています。推し選手尊敬する方紹介させていただいたんですけど、まだまだこの YouTube を通して阪神タイガースの魅力だったり選手の魅力もねいっぱい伝えていきたいなと思います。今日は阪神タイガースと川上千尋のこれまでの歩み聞いてくださってありがとうございました。ありがタイガースでした。バイバーイ。